ってくれ。レン先輩からのメールで、君と先輩が3日ほど欠席すると聞いた。それでオデットを叩き起こしてタクシーでここまで駆けつけたんだ。地下鉄も少なかったからさ。でもこのタイミングでの出張ってことは、いや、それ以上に。ダメだよ。今回はいくらなんでクレイユであんなことがあったばかりなんだ。あんたが家族のことでそれが理由なら断固反対な。アニエス、早いな、解決屋諸君。ちょうど出発する。お父さん。分かっているだろうが、決断には責任がつきまとう。それを踏まえての行動だろうな、アニエス。はい、これでもお父さんの娘ですから。あらゆる機会を無駄にせずに見聞を広め、自らの糧としてきます。絶対に無事に戻ってくるなんて、大切な友達とお父さんを悲しませないよう最大限。アニエスCID や各方面とのつてはせいぜい活用することだ。理想と現実の狭間の中、自分が何をつかめるかを測る意味で。欠席理由については私の方からもフォローしておく。だが3日が限度だ。それ以上は軍の部隊を派遣する。これが私からの最大限の譲歩だ。十分です。ありがとうお父さん。改めてになるが、娘が世話になっている。君たちの流儀の範疇内で存分にこき使ってやってくれ。頼もしき助力者もいるようだし、ある程度の安全確保も期待したい。ええ、任せてください。うちはグレーだが、労働環境はブラックじゃないつもりなんでね。ご息上のみならず微力を尽くさせていただこう現地に着いたあたりで連絡を入れる。お嬢さんもそうだが、あいつの方も任せたぞ。ったく、勝手なことは。ま、思った以上にイケオジで、大した眼力とオーラだったが、娘相手にもあのツンデレぶり、なかなか難儀そうな親父さん。あはい、本当にそうなんです。ああ、もう、なんかおじさんに全部持っていかれちゃったけど。とにかく無事に戻ってきなさいよ。はい、言っておくが、何かあったら僕たちも現地に。あんたらも僕たちの。もちろんです。ああ任せと。
旧王都オラシオン、さすが歴史を感じさせる町並み。東にはカルバード最大の壮大聖堂もあるんだっけ。ええ、観光名所としても有名ね。あ、確かお城もあるんですよね。100年前の革命時に打ち壊されたバシタール宮跡です。割と観光客も多そうだな。動力トラムだな。そこそこ便利だが速度は遅いから観光以外じゃ使う必要はねえだろう。そうなんですか。またの。何度か仕事では来たが。すでに近くの宿を取っている。そちらで二ほどき。ええ、助かりましたよ先生。本拠地にした。まずは支部に向かうとするか。それから潜伏場所の特定と突入作戦の人員を確保しねえとな。ええ、レース生き残ったメンバーからも状況を確認しないと。そうだね。そういえばエレインさん、里帰りの方は。必要ないわ。今は責務を待つ。そちらの臨時協力員さん。そうね。ギルドの方々に彼らも到着したようです。それでは勢力状況を確認次第よろしくお願いしますよ、インドの。ええ、ですがあなた方のためではありません。あれだけの非人道兵器、もはや共和国だ。かつての故郷と今の故郷のためにも。噂の史上最強もエントリーしたみてえだな。ええ、それに我らが親愛なる裏執行人のか、なかなかのメンツが集まりそうだ。
ここまでの顔ぶれとなると仕事も簡単にはいかないかな。その気になれば一両日中にでも。ですが今後の大陸の趨勢を占う前哨戦となるのも確かかと。うん、サプライズもありそうだし、早めに終わったらもったいないかもね。あんたが放置してた悪趣味極まる庭の方はともかく、イベンターとしてはなかなかじゃねえか、ジェラールとかいう野郎も。どうやらダンさん並みにえげつ。失礼だね君たち、こんな善良なおじさん。さーて、どんな風にゾクゾクさせる。やり手が来たようだ。ヘイユエは白乱流にイン、例の教師たちも来ていそうだな。両兵団は大小様々、教会からは聖杯騎士2名に隠密僧兵部隊、そしてとある筋からの依頼としてイカルガにマルドック氏が確認されている。ああ、お前たちに依頼したというミクライヘビの使徒に執行者たちもだ。こちらも忙しい。あとの殲滅もしくは拘束だろう。正面から受けてやってもいいが、その場合は古都を舞台とした全面抗争だが、罪もない市民をただ巻き込むことはこちらも望んでは。そこでとある特別な思考を用意させ、オラシオンの地下にある広大な遺構を利用したとっておき、やることは至ってシンプル。お前らにはこれから潰し合ってもらう。旧王都であるオラシオンの地下にはカルバード王国時代の遺構が広がっている。そこをゲームの領域に見立て、各自潰し合った後、そうして最後まで生き残った者たちだけがこのバシタール宮跡に、まあそんな思考だ。ああ、ちなみに参加は強制だ。オラシオン市民28万の命もろとも消え去りたくなければ。
これが何なのかは今さら説明するまでもないだろう。お前たちの参加拒否、当局の介入や住民避難を含め、ゲームにはいくつかのルールを破った時点でこいつは即座に起爆する。その時は全員が女神行き、裁定を下すのはこの装置、こちらのとある遺産を利用した監視システムになる。この装置のジャッジは絶対だ。出し抜くことは不可能だと断言しておこう。俺たちに用があるならこのゲームに参加し勝ち残るしかない。俺たちが用意した最高のカルナバル、せいぜい楽しんでいってくれ。ちょうど正午だな。ゲームの第一フェーズは14時に開始となる。これから送るマップを頼りにそれぞれ地下遺構へのエントリーを確保するがいい。参加に必要なアクセスキーがその奥で手に入れられ、最終的に誰がここまでたどり着くか。大聖堂、途方もない大きさだね。敵は見当たらんわ。
的な。もらった。お返しだ。嘘が有効だよ。エイリア。ここは任せよ。シャードブースターの攻撃だ。そこです。良き手応えだ。お見事です、先生。行きます、ウーラ。相手が悪かったな。さすがはバンさんですね。行くぜ。ほらよ。お、宝箱。そこだ。ほらよ。ほら、崩れた。先制攻撃のチャンスです。それ。せいせい。せや。せいせい。さあ。パワーアップ、お宝発見です。そこだ。とてつもねえな。さすが先生、さらにクンフーを積みましたね。せいせい、うん、お主もなかなか研鑽を積んでいるようだな。アース耐性、せいせい、せや、物理攻撃は夢だ。ドッハンだ。さあ、そうだ。せい、始めるか。ハンだ。そうだ。せや、次のお見舞いしてくださいほら、ハンだ。お、せい、宝箱。せや、せや、は、せや、せい、せい、オーラキーズルー、一気に決めるぞ。せい、せい、そうだ、せい、オーラよ。なんとかなりました。オーラよ。どうやら区切りみたいです。うん、生き返るぜ。
的な。せい、頼みます先生。ほう、お返しだ。チャンスです。やっ、それ、ベリちゃん。ブーストが有効だよ。炎、それ。ここは任せよ。アークライド解決事務。まずは周辺状況をまとめてちょうだい。 CID からの指示があるとは思う。例のルールはおそらく現場には知らせない。地下の方については、 あなたたちもつい、お疲れ様で。おう、そっちもさ、やれやれ、予想のはるか斜め上の状況になっちまった。獅子殿についてはご無沙汰してます。お主こそな。ジンさん、こちらは準備ができました。あなたたち、
よう、裏解決屋じゃ。あらまあ、来ないなところに入り込んで。あん？何しに？困った旦さんやね。今に始まったことや。名手藩から授かったうちのお気に入りダスク。ほんなら楽しませてもらおうか。すぐに終わった。それじゃあ始めようか。かかってきな。悪いけど手心は加えへんよ。ブーストチャンス決めるわよ。この調子でいきましょう。全力でいきましょう。バスター発動よ。決めれろ。私が相手です。輝けエトワールレイ。好機です。エイヤです。もらった。アローさん、ブーストが有効だぜ。望むところです。ブーストが有効だよ。行きます。やチャンスだ。ブーストチャンス、こいつは効くぞ。決めろよ。おはさんよ。出るな。砕けろ。いけずやね。フィーバータイムだ。
ストが有効だぜ。この調子でいきましょう。頼んだぜアニウス。いきますよ。バンさん、こいつは効くぜ。チャンス決めろよ。上げていこうぜ。行くぜ。呪いぜ。くらいだ。後期です。アーロンさん、頼んだぜアニス。あら、終わってしまった。やっぱか。成長しました。ああ、約束は守る。これでもおじさんしょ。うちは最初から手を貸してもよかった。ま、おっさんの仕込みを手伝うよりは胸クソ悪くならずに。つうわけでよろしくな、アーク。解決事務所。さて、そろそろ全員ゲームの領域に入ったよ。先ほどこの地に集まった全ての勢力が全19チーム、こたびの祭りの今、お前たちがこのままゲームを始めるにあたり、いくつか補足説。はいはい、やっと僕の出番だ。
それじゃあただいまをもってゲームの第一フェーズのスタートを宣言するよ。上層の攻略条件はアクセスキー3つ以上、タイムリミットは3時間だ。僕たちが丹精込めて準備したカルナバル、これからの3日間清く楽しく殺し合おうか。その調子で頼むぜ。まだ前菜だね。立ってから言えや。オラハンダ。ソラ。ソラ。さすがか。ゼア。セイハ。オラよ。セイハ。ゼア。皆さん。お疲れ様でした。一撃よし好天使士だったか。そのあだ名は捨てたがな、庭園のものよ。やはり最後はジェラールの旦那とはそういう契約だ。いいや違うぜ。ここに来たのも別に俺の意思じゃ。今回のゲームにおいて俺の役割は観測システムの裁定によってルールまさかそんな穴をついて。いや反応兵器が起爆してない以上グレー寄りの政府なんじゃねえか。個人的にはよく思いついたって言いたいところ。だがペナルティは必要らしい。よこされた。いつうわけで簡単に皆殺し。気合を入れなさい。よしハントを始めるか。そこです。頼んだで。頼んだ。くらえや。ここは任せよ。シャードブーストの後期だ。
ならどうだ。全力でいきましょう。砕け散るがいい。ヒルだ。チャンスです。輝きエトワールレイ後期です。遅いです。燃え尽きる。チャンスだ。こいつは来てないのぜ。アークライド終わりだ。ラーゴーの牙よ暴れるぞ。一気の鉄壁見せてあげようか。綺麗やろ。ダメだよ。バリバリバリハリケーン。チャンスだ。ブーストチャンス。バッサリー。終わりだ。速攻だフェリー。これは効きますよ。そこです。ジャン。悪くね。まだいけるか。今お前たちがいる上層領域の担当は早速だが、現時点での脱落チームを発表する。ザハトのサソリ、ルールファミリー、以上2チーム脱落。どちらも中堅どころだが、開始早々格上、まこっちとしちゃゲームが順調に進んでく。今後もこんな調子で脱落者タイムリミットもあまり残ってない。
それにしてもこの空間は恐ろしいくらい巨大な力ね。他の勢力も一斉にこれを下ってんのかよ。ほらよ、アーツ耐性よ。なんだ、せやせい、そら、せや、せい、頑張ります。なんだ、ちぎれ、そら、そこだ、獲物よ、はっせい、せや、はっせい、ずれた、せや、そこだ、せや、ほらよ、せや、はっせい、せや、は、そら、せや、完了、やるじゃない。ほらよ、一息つけそうだな。うん、生き返るぜ。